ジムヒューが実装されて、ないし私が使い始めてから、結構な時間が経って、実はちょくちょく欠点が見えるようになってきたんですね。何ですかその欠点って。ジムヒューの欠点ですが、欠点がないことですね。日本語って難しいな。皆さんやっハロー、しばらく使っていますが、私が下手以外の短所が一つも見当たりません。強いて何か挙げるとするならば、物価差をひどく痛感してプライムの境遇の悪さに泣きたくなります。それジムの欠点なの？さっさと弱体化した方が身のためですよトレイムよ。おいっす。もう逆にこのまま何もいじられないんじゃないですかね。ぶっちゃけジムよりもドライブの方が結構面倒くさいマリサだぜ。というわけで今日も環境を振り回して気持ちよくなろうと思います。全くオブラートもないセリフ。そうそう実は私またジムの新しい発見しましてね。どうせ体術すごいとかそんなところだろ。いやいやそんなの当たり前のことよ。ジムとラインマーカーはよく似てるってことに気がついたのよ。待て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 。いやいやそんなの当たり前のことよ。ジムとラインマーカーはよく似てるってことに気がついたのよ。そう考えるようになってから近距離エイムが格段に良くなりました。ごめんマジで理解できない。これもずっとラインマーカーを使ってたおかげですね。理解できないけど神タンクで救援機にいてくれるならそれでいいや。私が背後取って倒しとく。そのふざけた名前お前かよ。じゃあその間にハイドラの方へしちゃいましょうかね。ダメ切りむずいけどここなら外さん。いける、運搬いける。頑張れ、頑張るんだ。うわっ、そう焦って撃ち落とせなかった。じゃあこれは戦犯ということでよろしいですかね。1ミスで厳しくね。倒しはするのでその間に飛んできてほしい。よし行けた。あとはここ持ってゴール行くだけだ。うらー全員道連れじゃー。バカッツはバレてる。やべ、残りハイドラかよ。すっごい静かに勝ちました。今更なんだけど、ジムとラインマーカーが同じってどういう意味ですか。そんな気になるなら教えてあげてもいいわよ。なんかムカつくからいいや。先ほどレイムが言っていた、ジムとラインマーカーが似てるという話についてです。多分ジムとラインマーカーを一緒に使ってる人なんてそうそういないので、共感してくれる人なんていない気がするので補足します。何がそんなに似てるのかというと、R と ZR っていう違いこそありますが、ボタンを離したら攻撃が出るっていうところが同じです。これをラインマーカーに当てはめてみると、敵に向き切ってからボタンを離す、そんな動作がものすごく似てるんです。近距離でラインマーカーすることなんてないだろって言われそうですが、それのおかげで救われた窮地が幾度となくあるので、こういう一着での感覚がラインマーカーと同じと考えるようになったんですね。遠距離が当てられる感覚があって、近距離もこの振り向き速度で対応可能。じゃあリッター持ったら最強じゃないか。その理論のもと撮影された動画は概要欄にありますので気になったら見てみてくださいね。いやきっと敵をバシバシ抜く神リッター動画が見れるんだろうな。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは同じくガチホコバトル。ステージはあまり大だな。ちなみにさっきのはフラベだったぜ。いつも気合入ってんな。ジムヒューが来てから割と X マッチ頑張ってますね。というよりもプライムで X マッチ行く勇気ないだけですけど、という勝っちゃったか。魔王が目覚めましたね。最強の敵来ましたね。なんとしても毒付け最優先ですね。どこ投げてるんですか？あ、ようこそソフト9番の世界へ。巻き込まないでください。いやそりゃラインマーカーと比べたらド下手なんだけど、ちょっとずつ使うようにはなってきたんですよ。そんなことより早くポコ止めに行かないんですか？神タンク溜まるまで少々ご勘弁してお待ちください。疲労炎か。210ポイントも貯めるまでに関門行かれるのでは。大丈夫です。なぜかプライムより神タンクの溜まり早いんで、本当に悲しくなるわ。ここ持ちであればもはやマップで撃つ必要すらないですね。うわ相手も神だ。え、なんか速攻倒した。左から撃たれてるからここ周りに音もはいないはず。マジでどこ投げてんだよ。ついつい直接当てに行っちゃう。道を塞ぐように使うのが一番いいのは知ってるんだけど、範囲広いから作敵に使っちゃう。うわなんか食ってきた。しかし恐れるまでもないわ。変なところだけうまいな。攻め込みたいけど敵の所在が全然わからないわ。ってそんなことはどうでもいいのよ。ホラゲのゴンゲはどこですか？関門のところいるっぽいな。スプラをホラゲに変える存在は抹消します。この思想の方がホラー。所在がわかってるんで、むしろこっちが決め打ちしてホラゲさせてやりますけどね。振り向き速度強速やってくさ。これは何もかもローラーが悪いですね。立ち回りの反省をしろ。マッチングしない立ち回りか。ダメだこいつ。でやべ、ダメそうなのは戦況の方。関門突破はしょうがないからこの間に神タンク貯めよう。幸いカムバックはあるから早急に貯まるからね。ちなみにギアは前も紹介したこれです。ただ単にカムバック貯めちゃくちゃ強いです。メイン効率 0.2 で1回貯め切りの回数が増えますよと教えてもらって、特に1回こと考えずうのみにしたらクソ強かった。おかげで1回倒されてもほぼ確実に神タンクが弾き返せるので、マジっと超便利。語彙力低すぎだろ。よし、ワイプアウトだし関門くらいはもらっちゃいましょう。運搬は任せて私はホコロードを作成しますわよ。こういう時ラインマーカーだったら便利なのになーってなりますね。ここぞとばかりにラインマーカーの情報を差し込んでくるなこいつ。勢いそのままに敵陣。ローラーはコロコロ以外禁止とかどうですか？ゴミかすぶき確定。いやでもなんかローラー以外倒してくれてるからいける。めっちゃジャンプ連打してる。ナイスをそうとしてリスジャン選択しちゃった。焦らずお願いします。いや待った敵のいないところで振ってもしょうがない。うわそこいたのか。このガミナーやれたのでかいぞ。いけるゴールまでいける。あー
そう、惜しい。何もかもそこにローラーがいるせいだ。ローラーじゃなくても倒されてた気がしますけどね。しかし私が生き残ってるからここで踏ん張りしてればいける。あいにくもうすぐカニタンクも溜まるからそれで一気に押し込みよ。まずはドミナーから。いや、嘘、ここ範囲内なの。これ逆に味方を呼んだせいで自陣がラーキなのでは。ちょっと待ってくれ、それはまずい。いや、ナイス。誰かわからない人、ガロンが潜伏してたのか自陣で張ってたおかげで助かったな。でもやられた報告してるから多分まだ敵いそうね。神タンクで割られたけど逆にも手前に使ってくれてよかったわ。むしろこっちが神タンクため直して帰り討ちにするわ。さすがはカムバック、スペシャルゲージがありえないほど爆速で溜まるな。メイン効率だけじゃなくてスペゾーまでついてるからほんとすぐ溜まるわ。2対1だけどジムは侮れないからしっかり神タンク。水没だったけど倒したってことでよしとしましょう。ジムなんて2対1でも普通にひっくり返せる爆発力あるからね。なるほど、だからジム銃使ってるんですね。私のジムはもっぱら無理専門ですけど。ダイナモ持てよ。いや、もちろん戦闘能力は高いのよ。でも強いはそこだけじゃなくてこの圧倒的な無理性能にあると私は確信してるのよ。皆さん、これがプライム使いまくってるせいで何もかも無理最強に感じる病です。マジでインク切れとかしなくてストレスが全くないですよ。というわけでぜひともプライム使ってみてくださいね。そのマーケティングは無理があるだろ。これ残ってるのそこのジムだけか。上から雇用打ったってそうはいかないわ。ダメ切りでそれ鳴らすのハマってるの。ちなみにガイムというかライダー系はあんまり詳しくないです。でもダブルは神作です。まさきがいい演技するんだよこれが。友達、さて残り1分半このまま踏ん張れれば余裕で勝てそうかな。時間稼げればいいから神タンクも使っちゃいましょうか。誰かいた気がするんだけど。あ、ローラーは何に変えても最優先ですね。視界に入ったら絶対許さないな。ポイント、ゲドミナーがそこいんのかよ。あれ、私以外全員敵陣。やべえ！うわー、自陣に誰もいないから止めないと終わる。しかもお友がいたから放置してたらやばい。トルネードまで来やがった。止まれ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 。ま、これが主人公ってやつ。やべえ！何が主人公だよ、調子こいてんじゃねえよ。誰も何も言ってねえよ。敵がどんどん流れ込んでるからこれ追い返せないとまたやばい。味方がここ持って真ん中までは戻してくれてるが、自陣に敵を放置してたらそれはそれで大ピンチ招くしな。こういう時でも私はイカランクを一生睨んでおりますよ。ローラーが生存してるからマジのガチで慎重に。こんなヒリついてる時にローラーに倒されようもんならストレスで大パンするどころか、使ってるプロコン全くにしてそのままゾウコンとして生まれ変わらせるかもしれない。切れながらクリエイティブなことすな。ちなみに本当にやったら壊れるのでやらないようにしましょう。この注意喚起必要。そんなことはどうでもいいのよ。ついに足元にローラーが来てしまったわ。でも私は冷静。ここもローラーも迫ってきてるけど焦らず一旦退避です。涼しい顔してるけど今危なかったよな。もうこの時間ならそこさえ倒せれば勝ち確も同然。でもダメだ、ジムの放置はできない。逃がすか、脳キラスの仇。ここは射撃可能装で瞬殺。ここ不定だけどなんかいる。音的にローラーか。よくも散々暴れてくれたわね。悪霊退散。残り10秒でこの位置でのワイプアウト。まあチーターが相手にいなければこれは勝ち確だろうな。疲労どころか割る必要すら全くないんだけど、みんなでお祝いしたいからここ担がせてください。終了。控えめに言ってすんげー活躍した気がするんですけど、ジムの良し悪しはわからんが神タンクは上手かった。逆に言うと全く倒されてないからゾンビが腐ってるんですけどね。ゾンビは初めから腐ってるだろ。そういうことじゃねえよ。倒されないなら倒されないでそれはそれで強いってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。